皆さん、淡井圭介です。本日2024年、4月23日、19時10分、この間の動画で、申し上げましたが、災害ボランティアの受付ですね、そちらの方政府に登録しました。で、要請の内容を見てみるとですね、その集合時間が朝の6時だったりするんですね。で、活動時間は朝の9時30分から14時30分だとか、そういうような形なんですけども、持ち物等で、でもそうなんですけども、現時点でトイレ設備の復旧等が確認できておりません。念のため、携帯トイレの準備をお願いしますなど、かなりちょっと難易度の高い、内容になってます。まず、私の場合だと、金沢市だったら宿泊するところが、自分でお金を出してあるかもしれませんけども、例えば活動期間等を考えたときに、一泊泊まるぐらいだったら、なんとかなるかもしれませんけども、何日も、現場で撤去作業とかができるわけではないということですので、これはちょっと今の内容では、私の方ではいけないなと、こういうふうな状況ですね。参加人数とかもそんなにものすごく大きな人数ではないんですけども、各市だとか町などで、24名だったり、22名だったり、11名だったり、12名だったり、いろいろ、募集はあるんですけども、これはもうやっぱり一般の方、近隣の方じゃなかったらまず難しいと思いますね。石川県と隣接してるところの方とかじゃなかったら、そもそも朝の6時の集合の時点で、もうほとんど石川県の人じゃなかったら、無理なんじゃないですか。朝の始発に乗ったとしても、その日帰りで帰ってくるにしても、その現地のその宿泊費用だとかそういったところで、やっぱり無理があるかと思います。ですので、今のところ、私の方では、その、被災地への、そのボランティア活動っていうことは、今のところは、できないということですね。で、寄付金は今年の1月に、振り込んだんですけども、1万円ほど。多くの方がそういうふうな行動をしていただいたら、被災地の方たちで助かる人は、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。比率的にですね、その被災されてる人の数、その人口密度がそんなにものすごく多い地域ではなかったですから、日本中の人たちが、多くの人たちが1人1万円出してあげるだけで、かなりの人が、助かるんじゃないかなとは思います。この間、四国の方でも地震がありましたけども、高知県と愛媛県の間で、そちらの方も、今のところ大きな被害状況というものはテレビのニュースを見ていてもありませんので、多分震度4くらいだとは思います。最初の発表は震度6でしたけども、大体時間が経過してから、正しい被害状況等から、その震度どれぐらいだったかを割り出した方が分かりやすいという形ですね。最初の発表っていうのはコンピューター間違いやすいんですよ。震源地自体がそもそも間違えています。阪神・淡路大震災の時はそうでしたね。その、今年の、1月か2月ぐらいの頃の国会中継だとは思うんですけども、ニュースの合間に流れてくる、報道番組の間に流れてくる方の国会中継なんですけども、岸田さんが、現地に1万人ほど行って、4000人ほど帰ってきたか、現地に残ってる人が4000人か、何かそういうふうな形で、僕はその頭の中とかで、ついつも考えるわけじゃないですか。いやいや、
水道だけでも全ての地域復興するの1年ぐらいかかったりするんですから、いや変でしょっていうことをやっぱり思いますし、まあ、まあ伝えようとした方かもしれません。まあ岸田さんの方もまあ、岸田さん自身も なんでこんな情報が上がってきてるんだっていうことで分からんっていうことで、国会でおっしゃってたんですけども、まあ、実態は分かりますよね。やっぱり宿泊するところがないですから、まあ、ボランティアにもそのあんまりたくさん人呼べないで、まあ、テレビのニュース、ここ最近3月とかでだいぶはっきりと分かりました。まあ、2月の時点でもだいぶ分かりましたけども、建設業界の人たちとかが、その自分たちの寝泊まりする、そのコンテナの、まあ、部屋といいましょうか、まあ、宿泊する、できるところを作って、で、現地で、復旧作業を行ってらっしゃるという状況で、まあ、なかなかその、多くの人が、現地でのその、復興作業にボランティアに行ける状況かっていうと、まあそういうわけではないということですね。まあ自分でも応募してみてよく分かりました。まあ今のところ、うん、まあ、例えば寄付金、まだの方とか、まあちょっとしたお金でもいいと思うんです。で、まあその募金、まだ募集していたら送ってあげたらいいんじゃないかなと思います。まあいろんな業界の方たちとかが、寄付金、出していただいてますんで、まあ、単位は会社としてだと思うんですけども、まあ、著名人の方たちはグループ名だったりだとか、個人名だったりだとかで、寄付金という形で発表されてますが、まあ被災されたその全壊の家屋の数と半壊の家屋の数ですよね。もうそろそろ、大体の数が、正確な数字に近づいてくる頃かと思います。阪神・淡路大震災の時は、まあ、1年以上はかかりましたね。全壊の家屋と半壊の家屋、正確な数が把握できるまで。以上です。今回は、まあ、自分で登録してみて、分かりましたと。まあ、こういうことですね。まあ、せめて、その集合時間とかはね、10時、11時。で、夕方ぐらいで終わるだったら、まだ日帰りで駆けつけれるかなとか思ったりとかもするんですけども、まあその辺のところ、まあ政府の皆さんはどうされますか。まあまあ一日だけの日帰りとかでもいいようなプランであるのであれば、例えば朝の、11時に集合で、活動時間、その夕方ぐらいまで終わるだったら、まあ、帰ってこれると思いますので、まあ、そういうふうな形でも募集してみてはどうかなとは思います。以上です。皆さんチャンネル登録と着信通知の設定と、あとまあ、淡井さんの動画見ておいた方がいいよという形で、まあ、伝えていただけたら、あと、まあ、小霞が関の方たちにも、まあ、僕の動画を見ていただきたいっていう部分もありますね。その、自分でその現地行ってますので、ボランティアの募集とかの欄、そういえば見てなかったとか、そういう形になるかと思うんですが、これがボランティアの募集の欄ですね。その一時停止とかを押していただいて、まあ見ていただいてわかると思うんですが、このね、集合時間がどれもこれも、金沢駅に朝の6時でめちゃくちゃ早いんですよ。これはもうすぐ近くの人しか行けないですね。ここからして何かちょっとずれてるなとは思うんです。ここも、もう全部朝の6時なんですよ。まあ、ごめんなさい。ここは、朝の7時でしたね。まあ、その辺のところを、まあ、皆さん、ちょっと、配慮していただけたらなと思います。まあ、小霞が関の方たちだった淡井圭介のこと、そのエネルギーの残存量問題とか、そういったことをもうご存知だと思いますんで、あ、彼の言ってることかと。まあ、現場では、あれの言う通りっていうことでおっしゃってたとは思うんですけども、もういいですよ。彼の言ってる通りだとか、淡井さんの言ってる通りっていうような言い方で、まあ、別にフルネームでもないですし、その、それぐらいだったら、まあ、全然問題ないかと思います。そのテレビ局の
結構報道関係の人たちとか、バラエティ番組の人たちとか、その、僕、こちらの状況よくわかんないまま、その、どこにいるとか、そういうふうなことまで言ってた時期があって、それでまあ、僕はこの家の場所だけじゃなくて、別の場所でも絡まれるという、そういうふうな状況が出来上がっていたと。まあ、こういうことですね。まあ、今の、その、内容を見ていただいて、消化炭化石の方も、まあ、対応変わってくるんじゃないかなと思います。以上です。じゃあ、まあ、もう一度言います。着信通知の設定とチャンネル登録と、あと、まあ、周りの方に、一応見といた方がいいよということを伝えていただけると助かります。あとは、国会議員内閣の方ですね。以上です。まあ、もしかしたら未来から僕が言ってる内容とか、そういった内容を先に公開でも話してるかもしれませんけども、まあ、以上です。